ちは、今日は筋トレコンサルについて話をしていきます。よく筋トレコンサルっていうのは何なんですかっていうような質問がホームページの方に来るんですが、分かりやすく言うとですね、例えば家を建てるときですね、いろんな家のデザインだとか、構造だとか、そういうところも含めて、考えなければいけないので、いきなりその家を作る職人さんですね、大工さんとかに、頼むということはないと思います。どこかこう住宅を建てる総合的な会社ですね、まずそこに相談に行くと思います。筋トレもそれと一緒でですね、例えばそのパーソナルトレーナーっていう職人さんに、いきなりその注文をしてしまうと、こういうふうな、体になりたいのでお願いしますということを言ってもですね、パーソナルトレーナーというのが、筋肉を作る職人であって、そのデザインとかを、いやカウンセリングというのは専門としてないので、そのあたり勉強している人もいますが、なかなか、できていないというのが現状ですね。その結果、自分が望まないような、女性でいうとシェイプアップしたかったのに筋肉がめちゃくちゃついてしまったりとか、そういうことになってしまいます。で、逆にその自分でトレーニングして、やるっていうのは、家を建てるっていうことを考えていくと、自分で、機材を買ってで建ててしまおうと、それがもちろん一番安く済むんですけれども、そういう家の建て方をするとやっぱり、うまくいかないことが多いというか、ほとんどの人はうまくいかないと思いますし、うまくいったとしてもなかなか根気のいる作業ですね。自分でそのプレハブ小屋とか建てたりする人いますが、やっぱり時間もかかりますし、労力もかかりますと。なので、どこかに頼んだ方が一番いいと。で、筋トレコンサルっていうのは、そういった総合的な部分ですね、どういうふうな体づくりをするためにどういうトレーニングが必要か、あなたが、求めるものを実現させるためにはどうしたらいいのかっていうところまで総合的に、教えていくと、なおかつどういうふうにトレーニングしたらいいかっていうのも教えるというところで、実際にその筋トレコンサルを受ける人っていうのは、パーソナルトレーナーをすでにつけていてフィットネスジムに通っていてっていう人がほとんどですね。それでもやはり、職人さんに直接頼むとすると、その職人さんに対するですね、こちらからの要望を的確に伝えていかない限り、やはり自分の望むような体にっていうのにはなかなかなれないというところがあるので、私が代わりにそのパーソナルトレーナー宛てにですね、こういうこの人はこういうことを希望されているので、こういうトレーニングを行ってくださいと、で具体的にこういう種目をこのぐらいの回数ですね行って、こういうフォームで行ってくださいというところまで、そのパーソナルトレーナーの職人さんの方に、伝えてあげると、それは、素晴らしい、その職人さんの腕が素晴らしければ素晴らしい体になっていきますので、筋トレコンサルっていうのはどっちかというとその人がなりたい、体をどうやって実現させるかっていうのを、職人さんにうまいこと伝えていくようなですね、パーソナルトレーナーにうまいこと伝えていくような役割ですね。そういう役割になっています。もちろんパーソナルトレーナーをつけてなくて私の筋トレコンサルを受けている人もいますが、その場合だと、フォームとかをチェックしてくれる人がいませんので、そのフォームの部分まで細かく動画で、指導させてもらって、こういうふうにやってくださいと、でこのぐらいの、回数をこの種目でこういうフォームでやってくださいと、かなり細かく伝えさせてもらっています。もちろんトレーナーがいる方が追い込めるでしょうが、家で自分で一人でする時間しかないとかですね、そういう方に関しては筋トレコンサルとその方のやる気次第で十分素晴らしい体を作っていくことができると思います。筋トレコンサルが何なのかというと、
その人の設計をしてあげるところですね。一番重要な取り決めを決めてあげるという部分ですね。ここさえしっかりしていれば、あとは、その、設計通りにやっていくだけですので、比較的、簡単に素晴らしい体を作ることができます。これ以外の質問がある方、また、私のホームページの方にメールくれてもいいですし、この動画にコメントください。以上です。